昇格を決める一戦がついに開始されました。523のフォーメーションです。勝利です。あ、枠の右、はい、やや強引な感じにも見えますけどもね、ああいった攻めも時には有効なんですよね。さあ、いいボールだ。壁を使う。ジェームズ、ポーター、キーパーこのクロスをキャッチしました。右サイドから胸で受けます。おっと、一気に来ましたね。シュート、さあどう展開する。これが決まると優勝。入った入った、ゴール1点先制。前半15分、得意の突き足。後半も終わりかけのところでの先制点。残り時間はおよそ1分ほどです。ディフェンスはね、ちょっとかぶってしまった分だけ強烈なシュートを打てたというのもあるんでしょうね。リードを縮められてしまいました。ここからどうすべきでしょう。前半の15分を回りました。これを返してもう一度、同点のチャンス狙ってきた。ここまで来ている。カウンターで来る。右サイドからどうする。いいタイミングで出ましたよ。何としても押し込みたい。カウンターチャンス。バットつながったか。右へ展開。ディフェンスの裏へボールが抜ける。シュート、決まった。リード広げた。前半25分、またしてもやってくれました。試合の行方が分からなくなりました。ここはうまく決めてきました。いいプレーだったと思いますよ。いや、しかし何とも言えない試合になってしまいました。ストーン、激しく当たります。ここは通りません。先制のチャンス。シュート、キャッチできない。
しかしクリア。ここでボールをカットした。ロングシュート、力みすぎたんでしょうか。惜しかったですよね。一人で持っていけるんだという自信が見られますよね。滑り込む。この距離からどうだ。冷静にこのボールを取りました。そろそろ前半も40分を回るところ。右サイドからどうする。ロングシュート、キーパーこぼしている。これはキーパーの判断良かったですね。パスが通った。狙った。行き届けですよね。キーパー弾いたところを素早く反応しましたね。もう点を挙げることはできません。前半終了のホイッスルです。前半振り返っていかがでしたか。ええ、先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。さあ試合開始の笛が鳴りました。対して左のエンドを守るのは、調子良さそうですよね。キーパーからしたら相手ディフェンダーが死角になったというのもあるんでしょうね。結果的には見事なシュートになりましたね。
しかしリードを縮められてしまいました。ここからどうすべきでしょう。ここまで上がってきましたね。うまく落としました。ディフェンスラインでパスを回します。ワントラップしてシュート。ポストの左です。そうですね、相手にとってはね、危ないとこだったんですよね。カウンターで来る。あっと、つながった。あっと、わずかにそれた。最後の詰めのとこですよね。しかし、もったいないですね。試合でしたね。通った。ジェームズ、ディフェンスの裏へボールが抜ける。シュート。ここはよく弾いて一旦ピンチを出しました。大きいぞ。リターンパス。ゴールラインを割りました。後半の15分に差し掛かりました。ストーン。PK もそうですけども、そこまでがね、やはり思い通りに動けてましたから、そういった姿勢も評価できますよね。短く出してきた。カウンターになるか。いいパスだ。シュート。おっと、入った。容赦ない一発。ゴールど真ん中へのシュート。ここはうまく決めてきました。いや、いいシュートだったと思いますよ。しかし、うまく決めました。そうですね、いいボールも入ってきましたからね。ゴールを決めました。いいオーバーラップだ。ストーン。スライディング。カウンターになるか。さあ、こっからだ。ボールがラインを割っていきました。そのまま上がる。ストーン。浮き球のパスが出た。さあ、こっからだ。一旦キーパーに返しました。フェイントを入れてきます。抜け出した。見事勝利を収めました。ロングシュート。ゴール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 。
ットね、シュートセンスが素晴らしいですよね。さあ速攻、スペースを狙う。さあ展開が速くなる。ヤイヤ、おっと仕掛けてきましたよ。シュート、入った。再びゴールを奪われてしまった。今日2本目を決めた。いやいい感じですよね。そうですね、素晴らしいコンビネーションでしたね。絶好のチャンスまで持っていったんですがゴールなりませんでした。後半40分が過ぎました。細かくステップ、つながった。シュート、入った入った。連続ゴールを許してしまった。後半終了の直前、見事ハットトリックを決めました。素晴らしいですね。ここはうまく決めてきました。まあ攻撃できたと思いますよ。さあ抜け出した。シュート、それにしてもああいったシュートは思い切りの良さを感じられますよね。そうですね、シュート前のドリブルもね良かったんですけどね。ここで選手の交代があるようです。両チームここでメンバーチェンジとなります。さあここに出てきたぞ。何かアクションが欲しいところ。先制のチャンス狙ってきた。さあコーナーキックとなります。高さは十分。シュート、試合終了の笛が鳴りました。惜しくもベスト4進出は叶いませんでした。では北澤さん、危なげないですよね。気持ちもファーストレベルで勝っているというのがね大きいんでしょうね。余裕と言いますかね。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。それでは皆さんさようなら。はい、どうもありがとうございました。さようなら。